はい、どうも。絶望と悲しみと憎しみのチャンネル、ネガティブマンチャンネルへようこそ。今日はね、あれなんですよ。坊主、僧侶が嫌いだっていう話をね、したいな。結局ね、なんでしょうね、彼らはなんでしょうね、肉食最大ね、皇帝に住みね、高級車を乗り回しね、妻も子供もいるんですけれどもね、特に仏教関係者ね、ちょっと待ってくれと、ね、移動手段はママチャリ、妻も子供もいない、ね、底辺労働にあえぎ小さい住まいに住まっているこの私ネガティブマンの方がよっぽど悟っているんじゃないでしょうか。っていうか、俺の方が僧侶にふさわしくねっていうね、ことでね、あいつら嫌いですね、僧侶とかね、坊主とかね、おかしくないですか。なんせね、なんか千日解放とかね、山に入って修行するとかね、なんかね、欲を断つために頑張るとかね、悟りのためにこう執着を去るとかね、ちょっと待てと。街中でね、まあ都会じゃなくてもいいですけど、社会にの中でもこうぎゅうぎゅうにもちもちに揉まれているね、そういった中で、まあね、まあ正直お金もね、ね、女性もね、得られることのない私でありますけれども、まあいろいろ我慢というか執着を去っているわけですよ、ね、そっちの方がよっぽど修行になるんじゃないかと。山の中にこもってね、執着を去るって、そりゃ山の中にはね、社会的な構造何もないですからね。そうでしょ、お寺のね、厳しいお寺のね、なんて言うんでしょう、一汁一菜、なんかこう、なんて言うんだろう、なんかね、粗末な質素な食事とかね、そういうところね、山の中には全裸の女性もいませんからね、うん、そう、喧嘩を吹っかけてくる無意味なね、人たちもいないわけでしょ。そんなところで修行してね、悟ったとかね、執着を去りましたって言われてもさ、ねえ、普段ひどい世の中で揉まれながらね、執着を去らざるを得ないこの底辺ネガティブマンの方がね、よっぽど悟ってるんじゃないかって思うんですよ、ね。まあね、そうやって厳しい修行してる連中はまだね、まだしもですよ。ね、あなたの周りにお寺の関係者とかね、お寺の子供とかいて、ね、貧乏なやつ見たことありますか？僕はないですね。全然恵まれてるじゃないですか。ね、おかしくないですか、僧侶とか坊主ってね。そんな余裕があるんならね、貧しき人に施しを与えてみたりとかね、こう街中をの辻ね、交差点に立ってね、辻説法をして人々の魂を救済したりね、いや、そんな偉そうなことができないなら、せめてね、悩みの一つでも聞いてさ、ね、困っている人がいたらどうしましたかと一声かけるぐらいのね、日々の活動っていうものがね、必要なんじゃないですか。何ですか、
ね。我々はね、厳しい労働にさらされてね、明日をも知れぬ命なのに、彼らは余裕でね、なんかね、檀家って言うんですか、信者からお金を巻き上げた上でね、可愛い奥さんと子供がいていいとこに住んでね、高級車を乗り回してさ、そんなもう地獄に落ちるの 100% じゃないですかね。まあ、全然納得いきませんね。冗談じゃないですよ。一周再度を救うみたいなね。例えばね、ね、葬式仏教になってるっていうのもムカつきますけどね、昔の偉いお坊さんたちはあれじゃないですか、まあそういう僕は厳しい修行に批判的ですけど、まあそうでなくったってね、有名なお坊さんね、いるでしょ、なんかこう戦国時代以前にもなんかこう室町とかいろんな時代ね、江戸時代もそうですけど、そういうところでなんかこう偉いお坊さんいるじゃないですか。彼らはね、こう己の悟ってこれが真実なんじゃないかっていうところをね、人々に伝える一方でね、やっぱりこのなんだろう、この厳しい世の中に対してこうなんていうのかな、こういろいろ人々の悩みや苦しみをね、こうすれば救われるみたいなところで一生懸命こう頑張ったわけじゃないですか。実績がね、ちゃんとあるわけじゃないですか。そのね、弟子たちとかもね、頑張って、ね、なんかそういうのがまるで現代に今ないじゃないですか。ね。だから僕は僧侶と坊主は嫌いなんですよ。僕はね、2011年に、ね、社会的にも精神的にもね、死亡したんですけれども、でも結局ね、なんて言うんだろう、その時に思ったのは、もうこういう薄く汚れた社会に生きていきたくないなと思ったんで、僧侶になろうと思ったんですね。僧侶になろうと思ったんですけどね、僧侶になるにもお金がね、とてもかかったりね、なんかいちいちいろんなところに行ってなんかね、ね、学校入ったりなんかそういう宗派に、宗派ごとになんかねやることがあるんですよ。結局ね、時間とお金がかかるんですね、ものすごくね、もう形骸化してるんですね。じゃあ無宗教でいいからね、まあ無宗教っていうか、まあお釈迦様でも何でもいいですから、まあね、なんか悟りを開いてね、お前こそ頑張ればよかったんじゃないかって思われますけどね、人間は生きていくためにはね、労働しないといけなかったんでね、今ね、少しはね、もうなんて言うんだろう、死に対して覚悟ができているんでね、うん、今こそ俺が僧侶になって、俺が教祖になってね、一切衆生を救うために立ち上がってもいいかななんて思ってます。まあ、ネガティブ教っていうね、宗教を立ち上げたんですよ、僕はね。信者ゼロですけどね。まあね、そのことにもおいおい触れていきますけど、とにかくね、今日はね、そういうね、現代の僧侶とか坊主とかね、そんなものに皆さん騙されちゃいけませんよ。僕は大嫌いです。ね。ね。お経を唱えてるの、お経、まあまあまあね、ありがたいお経をね、辻説法でいろんなね、困っている人たちにこうね、石を投げられても唱えていくみたいな、そういう人がもしいるのならば大したもんですけど、そうじゃないでしょ。檀家さんとか信者とかね、うさんくさいね、ただ葬式仏教でね、お金をもらっていくというね、墓守じゃないですか、墓を守ってるだけじゃないですか、ね、ふざけんじゃないというね、
ことを警告しておいて、お釈迦様もね、あの世で呆れてると思いますよ。お釈迦様に連なるいろんな神様もまあ呆れてると思うな。大体ね、税金取られないっておかしいですよ、宗教法人にね。ろくでもない隠れ蓑です。ということで、ネガティブマンでした。またお会いしましょう。